おじかけおじかけいは、鳥取県東白郡三笹町にある渓谷で、国の名称指定地。新緑と紅葉の名称とされる。山徳川の支流、ソ禄川の上流域にある上総地区から中津ダムの間の約 4.3km の渓流である。ソ禄川は、中国山地の山徳山と三国山の間を流れる。おじかけい周辺の地域は、 中国産地の古い基盤地層である河口岩層が海底に沈んで歴岩層を作り、これが隆起した後、溶岩が地層を突き破って噴出して、歴岩層の上に積み重なっている。この山を山陰特有のタウタ節による急流が深く侵食するが、歴岩層と河口岩層の境目では差別侵食が起こり、多数の洞窟や欧血が形成され、 急春で複雑な地形が形成される。三徳山の南麓側では、それがおじ系となり、北麓側では三徳系となっている。おじか系では、谷底の岩石は黒雲母河口岩が、ベースで、半霊岩、戦力岩、気力岩が川床を横切るように散在する。谷が幾重にも入り組んで、多くの淵や滝を伴っているのに加え、高低差の大きな崖によって、 水面付近の気温が低く崖上側が気温が高くなるという逆転現象が生じ、谷底に高知性の植物群落、崖上に温暖性の赤松が繁茂する得意な生態章を形成しており、これらが相まって希象とされている。かつてはこの渓谷が交通を遮っており、小じ家の上流側の中津地区は平家の落ち土伝承を持つ隔絶された村だった。 1911年に菅原青井倉という詩人が紹介したのが講師とされるが、区内省や東京大学、慶応義塾大学で監視を教えた国部斎藤が1931年に小鹿景気省 21K によって世に広めた。まもなく1937年に国の名称に指定されたが、1953年に鳥取県が 上流側に発電用の中津ダムを建設し、おじ家計の水量は著しく減って大きく軽傷が様変わりした。単焦炉もこの時に大幅に変わり、かつては、渓流の底から家計を見上げる形で、気象地を一つ一つ見ることができたが、今は、高い位置にある道から見下ろす形となっている。五郎タンクからおすぶちまでの間は遊歩道が整備されている。東西に伸びる渓谷を、 季節風が通り抜けることで標高400メートル前後の割には、冬季には、積雪が多く、夏季には霊量である。ブナの群落が見られるが、これは鳥取県内のブナ林としては100メートルから300メートルほど標高が低い。このほか、高木では犬ブナ、鬼ぐるみ、沢ぐるみ、土地の木、水ならの高木が群生し、これに裏白菓子、赤菓子、水目、 板たやかで、ほノのぎ、すカツラ、ら、あずきなしが混行している。水生生物ではヤマメ、イワナ、オオサンショウウウオの生息地となっている。オジカ系の気象の一つ出るヤロクブチには次のような民話が残されている。ソロク村のキジシのヤロクが、行方知れずになった母を探しに、山奥へ入ると、大きな淵の底に、巨大な水雲が潜んでいるのに出くわす。 母はこの水雲に食われてしまったのである。あだうちのため、ヤロクが神社で願掛けをすると宇治がが現れ、命と引き換えに、ヤロクを巨大な引き返るにした。引き返るになったヤロクは、水雲と戦うが、危機を迎える。これを救うのがヤロクのいい名付けで、いい名付けもまた宇治神によって竜に姿を変えていた。水雲を倒して、 あだうちを遂げたヤロクは、うじがみとな約束通り、山に登って、岩に姿を変える。その周りを、言いなづけの竜が守っているという。水雲のいた縁が、ヤロク縁である。淵や浅瀬が続く、穏やかな流れはしばしば女性的と形容される。オス淵やメス淵など数多くの淵が見られるのが、特徴で、他に、水晶漠などの名所がある。 主な地質は、気力岩や、半霊岩。付近は菓子や土地、ブナなどの自然林が広がり、紅葉だけでなく、尺投げの名所としても知られる。なお、三笹温泉市街地から、北東の方、山徳川上流の方へ進むと、豆乳道で有名な山徳山山仏寺がある。なお、このおじ家系は、谷底に霊気が滞留するため、川に落ちた紅葉が、 下流から上流に逆行する海現象が見られることでも知られる。小じか景気象21系によって様々な名称が与えられている。下流側より鳥取県東白郡三笹町新僧、中津。ありがとうございます。